アブラハム・ブルーマールとは、オランダの画家。油彩画だけでなく、版画作品も手掛けた。歴史画や風景画で知られている。説教する洗礼者、ヨハネ主題として選ばれた聖書の物語は、紀元1世紀頃の時代設定のはずだが、兵士の軍装は16世紀フランドルで用いられた、ものである。画面に大きく描かれた木の幹、植物の枝葉の表現には、 作者の風景画家としての熟達した技量が遺憾なく発揮されている。アブラハム・ブルーマールトはホルクムで生まれた。父親のコルネリス・ブルーマールトは1575年に家族を連れてユトレヒトに移り、その地でアブラハム・ブルーマールトはヘリット・スプリンターの下で絵画を学ぶ。15歳か16歳より3年の間パリで学び、フォンテーヌ・ブロー派の影響を受ける。パリでは ヒエロニムス・フランケン等から学んだ。1583年にユトレヒトに戻るが、そのすぐ後にユグノー戦争が勃発し、フォンテーヌブロー宮殿にあった多くの作品は破壊されてしまった。父親がアムステルダムで仕事を得たために、アブラハムも1591年にアムステルダムに移るが、2年後に父親が亡くなったためにユトレヒトに戻って工房を構えた。 1611年、パウルス・モレールスと共に、ユトレヒトの画家組合を設立した。新人物会カトリック教徒であったブルーマールとは、カトリック教会から依頼を多く受けて、作品を制作した。アブラハム・ブルーマールとは、ユトレヒトで亡くなったが、4人の息子も画家となった。ブローマードが修行期を過ごした16世紀後半のフォンテーヌ・ブローでは、 マニエリスム様式の絵画が全盛期を迎えていた。そのためブルーマールとは、初期には優美で、官能的な造形が、特徴的なマニエリスムの作風で、聖書主題などを描いた。だが後年にはより長祖的な造形に意識を向け、また、明暗法の効果を重視したカラバジョの影響も受けた。画題に関しても、牧歌的主題、さらに、ギリシャ神話の物語を、 作品のテーマに選ぶようになった。ありがとうございます。